こんにちは、あゆみです。今日はね、私の大好きなパタゴニアの、冬の定番のフリースを3つ紹介したいと思います。では早速1つ目です。1つ目がこのね、ロスガトスフリースのベストです。ここにね、2つこうポケットがついてて、ですごいね、ぬいぐるみのふわふわな感じのとっても柔らかいフリースです。これね、サイズはね XS で、こんな感じで黒い T シャツとかの上に着てます。すごい可愛い感じ、可愛くないですか。で、結構ね、XS はここがシェイプがキュッてスリムな感じなんで、もうちょっと大きめに着たいわって方は、大きめのサイズ選んだ方がいいかもしれないですね。はい、一つ目が、ロスガトスベストでした。では、二つ目です。二つ目が、こちらの、リッツールフリースの、この頭からパコってかぶる、フリースの、あ、ごめんなさい、頭からかパコってかぶるプルオーバータイプのフリースです。これもね、ここの端、ここにポケットがついてて、このなんていうのかな、カンガルーみたいなポケット、カンガルーはこっちか、だからこうポケットが通過するタイプのポケットです。で、これ着てみるとこんな感じでポケットあるんで、冬でもすごいあったかいですよ。で、まあフリースなんでちょっと風は通しちゃうんで、この上にナイロン系のジャケットとか着ると、まあ冬でももう全然 OK です。で、私はね、これに同じくパタゴニアで買ったこんなニット帽とか被ると、もうこれで真冬仕立てになります。では、2つ目がリツールジャケットでした。で、三つ目がこちらの、ベターセータージャケットです。これは全部ジップが開いて、ジャケットみたいな感じで着れるやつです。じゃ、着てみます。はい、こんな感じでね、このジャケットもここに、ポケットがついていて、で、ポケットもこのね、ジップがついてるから、携帯とか入れても、ちゃんとジップをしとけば、落とさないでいいから、すごい、これ便利です。で、実はこの腕のところにもちっちゃいポケットがあって、私たまにここに鍵とか入れてます。で、ここもチャックがついてるから落ちなくてとってもいいです。こんな感じで、これもね、実は中がね、フリースっていうか、中もコモコモコのフリースになってるから、とってもね、あったかいですよ。これ12月上旬ぐらいまでこれ1枚で全然大丈夫です。たまに私この下にレギンスとか履いて着たりもしてます。じゃ、これがパタゴニアの、ベタスウェタージャケットでした。ちなみに今日、紹介した3つのフリースは、全部リサイクルポリエステルを、一部使ったフリースになります。これ、ね、パタゴニアってすごいフリース一部、リサイクルポリエステル使ったりとか、あとペットボトルリサイクルしたりとか、オーガニックコットル使ったりとかして、こう環境にね、いろいろ負担をかけないようにしている企業で、それが私の大好きな、パタゴニア大好きな理由の一つでもあるんですけど、まあ、このフリースは、リサイクルポリエステル、リサイクルポリエステル仕様の、フリースです。で、ちなみに私が着てたのは、全部サイズは XS になります。で、今日紹介した3つのフリースは、もうすごい定番で、もうパタゴニアがずっと何年も何年も毎年出してるタイプのものです。で、ちなみにパタゴニアって、セールをする年としない年があったりして、で、今日紹介した、アイテムをもしセールで見つけた時は、もう絶対、もうマスト買いです。なぜならね、これ定番だから、なかなか、セールにならないんですよね。だからもう見つけたら、もう絶対、もう即買いした方がいいと思います。まあ、ちょっと定価で買うと、パタゴニアってお値段が高いんですけど、でもね、本当に長く使えるアイテム
だから、まあ、私もね、大体持ってるパタゴニア、ほんとすっごい長い間使ってて、このこういう定番とかはね、ほんとずっとずっと長く使っていけるから、まあ、ちょっとね、パタゴニア、ご検討いただけたらなと思います。全然私パタゴニアからお金もらってるとかじゃ全然ないですけど、本当にパタゴニアが好きだから、もう皆さんにもぜひね、この良さをお伝えしたいっていう、ほんとそれだけです。はい。では、今日も動画ご視聴いただきありがとうございました。またいろいろな動画アップしていくので、チャンネル登録もよろしくお願いします。またねー。